予測地点をマップにマークしました。端末で確認をお願いします。
せ。
予測地点をマップにマークしました。端末で確認をお願いします。
Thank you.
放出は作戦の意味がありません。ターゲットの安全にも配慮してください。
ありがとう。助かったわ。あんたの名前は？ミランダ。そうだ、気を失う前、いつもと同じようにドクターと会心に出ていたら、それだけでも信じられないのに、次の瞬間には空が光って救急車ごと吸い込まれて、それでもなんとか助かったけど、今度は一緒にいたドクターまでおかしくなってもう自分で言っててバカらしくなってきた。そんなことあるわけないわよね。いや、あんたが体験したことは全て本当のことだ。同じものを俺も見た。そしてあんたと同じくここにいる。ここってディーテだ。そうだ、簡単に説明すると、未知の寄生体によって滅んだ別次元の世界ということらしい。待って、未知の寄生体。じゃあここで姿が変わって私を襲ってきたドクターも。そういうことだ。俺たちは寄生された人間をワンダラーと呼んでいる。治療する方法はないの？ないそうだ。ああなってしまったら、奴らはもう生ける屍だ。殺すしかない。たとえかつての仲間でも。本当にそれは間違いないの？見たところ、あなたたちは医者じゃないし、ちゃんと専門家が調べれば。それができたなら、この世界は滅んでない。違うか？この世界に十分な医療の技術がなかっただけかもしれない。それに生ける屍だなんて、医師の疎通だって頑張れば測れるかもしれないわ。いいか、あんたの甘い考えは死者への冒涜だ。理想を振りかざすだけじゃここでは生きられない。死にたくなければ黙って俺たちに従え。理想がなければ人は生きてはいけないわ。服を脱いで。何？あなた怪我をしてるんでしょ。呼吸がおかしいもの。肋骨にひびが入っているのかもしれないし、ちゃんと見てみないと。何躊躇してるの？死にたくなければ黙って私に従ってちょうだい。人的資源を有効に活用するため、クルーを班に割り当てましょう。こちらでクルーの割り当てを行ってください。クルーを班に割り当てることによって、ベースキャンプの運営がより強固なものとなります。状況に応じて適切な割り当てを行っていきましょう。
酸素供給は端末から行うことが可能です。お願い、聞いてほしいことがあるの。キャプテン、一点報告があります。先ほど彼女を救出した地点の周辺を検索したところ、新たなメモリーボードの反応を検知しました。発見した情報を状況報告に追加しましたので確認してください。Thank you.
動し、探索できる範囲を広げてください。
所まで応援してください。植物はこんな環境でもたくましいわね。植物はこんな環境でもたくましいわね。